一言お願いします。じゃあおはようございます、ね、じゃあこんにちは。お疲れ様です。じゃあ皆さん業務中で、まあ、ご協力ありがとうというよりもこれも業務の一環ですということで、江差川由紀さんで、これご存じないんでね、だから、この度はこの間は、新年会でお世話になって、この間あと満遊会で、司会補助とその前にパーティーを盛り上げる合間をマジックをして、基本本業はどれだろう、はい、全部本業ですけど、はい、マナー講師がでありマジシャン、フリーアナウンサーであり、はい、イベントコンパニオン先生、はい、もうやったりしてます、はい、OG が勝手に増えてる、はい、あのお師匠さん手品の方もマジックか手品ですよ、あの日本一うざいマジシャンって僕が知ってたね、はいはい、カラクリ動物すごいんですよ。やっぱり日本一うざいんですよ。喋り方が。僕は好きだったんですよ。たまたまちょっとご縁あって、他の会社さんの周年事業の司会をやられてたんですよ。ああ、すごいなと。女性の司会プロを雇ってやってんだなって思ってたら、だから次、すごい格好で出てきたんですよ。ちょっとフリフリついて。はい。大丈夫かなと思ったら、二次会で司会をやりながらマジックを。すごい人だなと思ってで 帰ったらたまたま千葉で当日花火大会があってタクシー拾えなかったんですね。で雨も夕立ちから降ってきて見てたら私の次に手差しさんがいて、同じ駅予報なんでじゃあ一緒に乗りましょうって乗せてあげたんです。そう、乗せていただきました。はい、優しくするもんですよ伊藤君。それで一緒に行ったら実は名刺交換したら末吉の出身だっていうんで、すぐそこの、まあ、それで、まあ、あの出会いで、で今、こういうご縁をいただきました。でも、もう逆に、まあ、芸能の方ですから、でテレビもあの中居君とかにマジックを教えたりとか、すごいことをやられてる方と、まあ、お知り合いになられて、で、先生は先生で、まあ、いろんな本業をやられながら、YouTube を使ったり、いろいろ SNS のメディアを使って、ご自身の PR もされている中で、まあ、今回は本業の本業というか本業の一つの、はい、その講師としての、まあ、あの紹介をするのにということで、ご協力ということでぜひ私の方から手を挙げてもらって、今日はマナー研修であり、あとは江差川由紀先生に便乗してよろずんよという肌で、はい、世界に発信してもらおうという下心満載の、はい、私的には企画に、はい、あのワンワンと協力してくれるので、こちらも協力なんで、はい、そうなんです。皆さんはぜひざっくりで、まあ、内容はもうプロですからお任せして、まあ、一度や二度聞いたことがある内容だとしても、それはもう今日新たにですね、新しく自分を見つめ直して刷り込み直してもらって、あとは多少カメラに映ってもあんまり意識しないで、出来を楽しみにしておきましょうということで、はい、皆さんぜひお時間ご協力と。で、やっぱり意識はしなくてもいいけど、ね、つまらなそうな顔するか、ありがとうございます。なるほどね、はい、笑顔でお願いできれば、はい、じゃあ、嬉しい。私ちょっと途中で注意します、はい、よろしくお願いします。では今日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます、社長。